最大2万円分のマイナポイントをスマートフォンでゲットしちゃいましょう。準備するのは読み取り対応のスマートフォンとマイナンバーカード。そしてマイナンバーカードを受け取るときにご自分で設定した数字4桁の暗証番号、キャッシュレス決済の ID とセキュリティコード、公金受取口座に登録する口座の情報が必要になります。事前にどの決済サービスでポイントをもらうか決めておきましょう。お近くのお店などで使用できるサービスがおすすめ。 QR コード決済、電子マネー、クレジットカードなどから選べます。では申請スタート。まずマイナポイントのアプリをダウンロード。アプリのトップ画面の申し込むを押します。数字4桁のマイナンバーカードの暗証番号を入力し OK を押します。暗証番号は3回間違えると不正防止のためロックがかかります。解除するには役所の窓口などに行く必要があるので注意してください。マイナンバーカードにスマートフォンをかざして読み取ります。機種によってかざす位置が違うので注意してください。読み取りには5秒以上かかる場合もあるので動かさずにお待ちください。申し込むキャンペーンを選んでチェックマークを入れてください。1、新規取得で5000ポイント。2、健康保険証としての利用申し込みで7500ポイント。3、公金受取口座の登録で7500ポイント。合計で2万ポイントが受け取れます。ただし新規取得については第1弾ですでにポイントを受け取っている方はチェックできなくなっています。2と3に関しては手続き後にポイントがもらえますが、1については2万円分のお買い物をするかチャージすることによってもらえる仕組みです。マイナポイントをもらうキャッシュレス決済を選んでそのロゴを押します。選択したキャッシュレス決済サービスが表示されるので OK を押します。そのキャッシュレス決済サービスの ID、 セキュリティコード、電話番号下4桁を入力し次へを押します。申し込み内容が間違っていないか確認し、確認して次へを押します。利用規約が表示されるので内容を確認したら同意して次へを押します。次に健康保険証としての利用申し込みをする方は利用規約が表示されるので同意して申し込むを押してください。ここで一旦申し込み手続きは完了ですが、公金受取口座の登録をする方は引き続き登録を始めるを押してください。するとマイナポータルのアプリに移動します。ここで住所や銀行口座などを入力し同意のチェックを入れれば全ての申請手続きが完了です。あとはポイントの使い道を考えながらポイントが入るのを待ちましょう。詳しくは米子市マイナンバーカードで検索してください。